金なとこ雲とは成長した積乱雲のうち頂上部分が広がって平らになっているもの。運形分類では部分的に特徴のある雲を細分類した副編集として扱われ積乱雲だけに見られる。金属加工などで用いる金なとこに形状が似ていることからこう呼ばれている。学術名インカスもラテン語で金なとこを意味する。 金床てっぺんに毛羽立ったような雲がくっついている。多毛雲とは似ているが異なる。ただ、金床は毛羽立ちの一種とみなされ、金床雲は多毛雲に含められる。地上から見た広がった雲長部積乱雲は発達するにつれ高く盛り上がっていく。やがて雄大雲が大流圏海面と呼ばれる面に達すると、雲はそれ以上上へと盛り上がることができず、横に広がってくる。 大流圏海面は普通高度1万7000メートルから8000メートルで、緯度が高いほど低くなるが、地域や季節によっても変化する。大流圏海面よりも高いところにある清掃圏に入ると上空に行くほど気温が高くなっていく。これは大気の上下運動が起こりにくい状態である。このように清掃圏では空気が上昇することが難しいため、 発達中の積乱雲の中に存在する上昇流は清掃圏にはほとんど入り込めない。しかし、下からは上昇流で、続々と空気が供給されてくるため、雪輪を失った空気は、大流圏海面の下で横に広がるしかないのである。寒天暴気には、金床雲が立つときは、暴風が来るといったものがある。一般的に、積乱雲が金床雲になったということは、 発達が力強く続いていることを示しており、その下の雨風も強い傾向にある。ただ、金床雲のてっぺんの横に広がる部分があまりに巨大化した場合は、そこから上昇気流が下降気流に転じて積乱雲の本体が弱まることもある。金床雲の上部がちぎれて懸運が発生することもある。ありがとうございます。